ABC 男子共通 400m リレー準決勝は続いて第2組、出場チームとオーダーは第2レーン福井かなくん、柴山くん、片山くん、南出くん、第3レーン北海道小山くん、菊池くん、中谷くん、角田くん、第4レーン滋賀橋本くん、伊藤くん、向山くん、林くん、第5レーン兵庫溝口くん、今関くん、前田くん、岡田くん、第6レーン山形南波くん、池田くん、柴崎くん、住石くん、第7レーン静岡川島くん、松下くん、石上くん、中道くん、第8レーン青森佐々木くん、松井くん、小川くん、村上くん、第9レーン富山馬場くん、五十嵐くん、福島くん、飛山くん、以上の8チームで準決勝第2組です。第2曲ソロ内側 C ゾーンでは A 男子砲丸投げ決勝競技開始です。43名の出場です。さあ ABC 男子共通 400m リレー準決勝の2組、福井、北海道、滋賀、兵庫、山形、静岡、青森、富山の8チームです。バトンは第4走者へ渡ります。8レーンは青森、4レーンは滋賀、5レーンは兵庫、フィニッシュタイムは42秒50で止まっております。木幡が上がっております。リプレイをご覧いただいています。木幡が取りましたので正式な記録は後ほどお伝えいたしますが、準決勝の2組、滋賀42秒51。